チャリカ、今日はお寺に行ってくるよ。タイの三大寺院って言われてるうちの一つ、ワットポーに行ってきます。ワットポー。タイのお寺ってね、短パンダメなんだよね。足出してダメなの。わかる？これこういう短パン入ってったらお寺入れないから、ちょっと着替えたいと思います。せーの。おー、見てこれ、かわいいでしょ。絶妙なダサさがかわいい。近くのスーパーで買いました。なんかね、色ね、2種類あったのよ。 2種類っていうか、いっぱいあったんだけど悩んだの。これね、黒色と、もう一個ね、せっかくだからちょっと派手めの色にしようかなと思って、赤い色、ちょっと激しめの赤い色にしようと思ったんだけど、すごい悩んで、もうそれだから店員さんにこう見せて、どっちがいいですかって聞いたら、絶対黒の方がいいよって。赤いの丈長すぎてあんたの身長じゃ無理だって言われた。悲しい。だから今日はワットポーに行って身長が伸びますようにっていうお願いをしていきたいと思います。まだまだ初めてのお寺だからね、楽しみだね。行ってみましょう。はい、ガン。ということで駅に到着したんですけど、見てこれ、やばくない？この景色、びっくりしたんだけど、駅出てきた瞬間別世界に来たと思った。はい、渡りますね。気をつけて渡ります。やっぱ観光地なのか、観光地だからなのか、バイタクとかトゥクトゥクとかいっぱいいるわ。全然違う世界よ。こうすごい、こんな変わるんだ。え、マジで感動なんだけど。わかる？こう歩ってるだけなんだけどさ、背景が全然違うの、いつもと。やばい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 、すごーこの景色。すごい、なんかアイス売ってる。アイスいいね、こんな天気のいい日に食べるアイスは。え、マジでここすごいんだけど、ちょっと見せてあげる見せてあげる。360度もう世界観違うんよ。すごっ。言うてワットポーはどれだ。ワットポー。お、この辺か、これ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 っぽくない？シャーシャーラー。おー、多分ワットポー。なんか受付みたいなとこあるけど、オンリーフォーリナーって書いてある。あ、お金かかるよね。ワンパーソン、サンロイパーク。いい値段するな。おお、出てきた出てきた。あ、ここに、お、入れた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 。無事アットポーに入れました。やば、すご、待って、すごいしか言えないけど、すごないこれ。観光地に来たって感じがするよね。どっからどう見ればいいのかわかんないんだけど、とりあえず進んでいこうと思います。ちょっと待ってって言ってる。ちょっと待って。わ、猫だ猫だ、かわいい。こんなとこに猫おる。にゃんこにゃんこすごっ、寄ってくるんだけど。にゃんこ、うりうりうり、ピン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 。にゃー、気持ちいいか。ほらほらほら、ここがいいだろ。ほらほらほら、にゃーかわいい。持って帰りてー。おいし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 、やば、これで一日潰れそうなんだけど、ごめんな。それは観光しに行かないといけないんだ。分かってくれたか、ありがとうな。行ってくるよ。こっちの方を見て回ろう。でかでかいわ、全部がでっかい。なんだかたくさん塔が立ってます。それではお邪魔します。うーん、色は違う、黄色と緑と黄色。読めないです。あ、これ白か、なんか調べた気がするな。4つの仏陶、これか。これがなんだかラーマ1世、昔の偉い人だね。1世から4世を表してるんだって、これが。緑白黄色青。あ、そういうことか。え、黄色2個あるけど、これ黄色だよね。向こうも黄色だよね。え、緑はある。これ白か、これ白か、これが白だ。白、青、
緑、黄色ってことだ。ああなるほどね、そういう感じね。ラウール、チョッピー、阿部ちゃんか、レイちゃんと山本くん。黄色のお釈迦様がたくさんおられます。ああ、お花持ってる、かわいい。お花持ってる。なんかね、ものすごい広さらしいよ、これ。ちょっと調べたんだよね。バンコクで一番広いそうです。8万平方メートル。ちょっとわかりづらいね。サッカー場が11個分らしい。あんまわかんないね。さあ、どんどん奥に進んでいくよ。何があるのかな？え？ヌードタイミュージアム。いいんですか？ちょっと。どういうことなんだろう。体の仕組みを勉強しましょう的な。すごいわ、でかい。なるほどね、歴史を学べますよ的な感じ。よいしょ、ほら、はい、そこにやってきました。結構奥まで来たけど、はい、地図あります。 You are here。 うわ、やば、でかっ。やばくない？ 今ここよ。まあでかすぎてこれは回れないぞ。とりあえずメインのところは行きたいよね。よいしょ。あら？あら？ここは行き止まりですね。こっから見るこれすごいな。なんかすごい幻想的。写真ダメとは書いてないからいいのかな、これは。いっぱい写真撮ってるわ、大丈夫そうだね。じゃあ失礼します。何、一礼とかした方がいいかな。お邪魔します。わあ、すごいわ。こうやってちゃんと大仏様を拝んだの初めてかもしれない、なんだかんだ。あ、一回奈良行ったことあったわ。いやすごかった。空気感がもう全然違うもんね、外と。お土産屋さんある、お土産屋さん。美味しそうなナイスも売ってるよ。バネーネー、やっぱ置物系が多いね。すごい、お土産にめっちゃいいかもしれない。はい、そしてこちらがかの有名なお手洗いです。行ってきます。わあ、ここもここですごいね。本当に別世界って感じです。待って、ここにもいっぱいお釈迦様がいますね。本堂っていうね、メインのところを囲むようにこうやって仏像が並んでるんだって。内側のこの回廊には150体いて、外側には244体もいるって。これ一人一人ね、表情が違うんだって。ちょっとずつ違うらしいよ。ああ、頑張って支えてる。疲れ様です。いっぱいいますね。こっちが内側かな。うわ、でかい。わお、素晴らしい髪型ですね。今日も決まってますよ。はい、靴を抜いて参ります。迫力えぐすぎる街です。目の前で見た時のこの大きさと、なんか、なんて言うんだろう、邪魔しますみたいな感じ。下、今多分こっちで合ってると思うんだよな、地図見た感じ。あれだね、ね、釈迦様のことを英語でリクライニングブッダって言うんだね。すごい分かりやすかった。ああ、涼しげだわ、素晴らしい。
この景色も心が安らぎますね。待って、これじゃね見える？奥の方絶対これなんだけど、ただ入り口がどっかわからない。ここ見える中にボール、これ絶対それ、これなあ、それ大事なのか、それ持ってるやつ誰にも渡さんぞってか。すごいなこの景色、マジでディズニーみたい。入り口あったー、リクライニングブッダー。ここだけどどうするの、これカバン、緑のカバン、いや、あ、靴入れるんだね。なるほどね、この中に靴を入れてってくださいねってことか。それではお釈迦様失礼いたします。すごい人いっぱいだ。うわ、え、待って、でかい、もう画面に収まりきらないもんね。奈良の大仏がね、15メートルに対してここがね、ワットポーの大仏が46メートルみたい、全長。お釈迦様が横たわってるのって悟りを開いて安らぎの境地に達した時にこう横たわってるらしいよ。目が開いてたら亡くなる時の姿で、目開いてる時はお弟子に最後の説教をしている姿なんだって。はい、こちらが足になります。あ、めっちゃキラキラしてきれい。足の裏にあるってこれ108個あるらしいね、ちょうど煩悩の数。御釈迦様の足がね、コペターンって平ら扁平足なのって悟りを開いたものの証らしい。扁平足の方おめでとうございます、あなたは悟りを開いているみたいです。足の長さ全長でね、これねどれぐらいあるんだろうと思って調べたら500センチあるって。500センチで、500センチ、めちゃくちゃでかくない？一緒にボーリング行けないじゃん。はい、こちらが短文ですね。ちょっとずつちょっとずつお金を入れていくんだって。全部で108かな、これも。タイってね、短文っていう文化がすごいあるんだけど、こうやってお金をこう入れるだけじゃなくて身の回りの人を助けたりとか、いっぱいね、野良犬野良猫とかもいるんだけど、すごい餌あげるんだよね。そういうのも短文の一つだし、一つ一つ徳を積むことでなんかいいとこに行けるよみたいな。はい、ということで一通り回ってきました。すごかったね、回りきれてないしね、言うてまだまだいろんなエリアがあるみたい。でもメインのところは回れたからすごい満足かな。初めてタイのお寺来たけどすごいわ、予想していた何倍も何十倍も広いし、世界観もすごいし、空気も違うんだよねやっぱりね。まだね、三大寺院の一つなんだけど、ここワットポーね、まだ一つしか行ってないから残りの二つも行きたいし、また他のところも行ってくるからね、よかったらチャンネル登録、グッドボタンで応援よろしくお願いします。コップにフィラップともジョンとビーナーティスタイプファーコルタイプコースサブスクライブでごめんねか、またです。